買いました、ついに。やっちゃいました、バレーシ。悔しい悔しい、取れてんだけど、取れてんだけど。音重さんのあのローゼンクルーツっていうブランド、本当にみんなに食べてほしいんですけど、伝わって 4D になってほしいね、 YouTube が。こんにちは、好みです。ちょっとこのね、揺れがね、いつもより小さいなと思った方いるかと思うんですけれども、もうチャームみたいなやつをつけたんですよ、揺れる感じの。これがね、すぐ取れちゃうよって言われたので、静かめに振ってるんですけれども。ということで本日はですね、最近の私の購入品をちょっとドカドカと紹介していきたいなと思います。よかったら最後の本まで見てくださると嬉しいです。それではレッツラゴー。 With you the sun is shining 24/7 cause when we're togetherFeels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Ooh, you catch me like a leaf falling from a tree. 化粧品からいきたいと思います。エスポワプロパイロットビグロークッションオールニューってやつのアイボリーっていうカラーのクッションファンデを買いました。これまだ一回も使ってないんだよね。また動画で使いたいと思います。めっちゃツヤ肌らしくって、9点の目代わりの時に買って、ずっと使ってないんだよね。やばいよね。続きましてこちらです。エリクシールのシュベリエル、もうペカベカ、小さすぎて読めないんですけれども、ツヤ玉ミストを買ってみました。こうやってね、化粧の上からでもこうミストすることによって潤いますよっていう、そういう商品でございます。続きましてこちらです。レブロンカラーステイルックブックパレットの900番っていう色で、この上ら辺にちょっとグレーっぽい色があって、最近グレーっぽいメイクしてみたいなと思って。漫画のさ、ナナってあるじゃないですか。見てて、あ、なんか可愛いと思って、ナナメイクしていいなとか思ったので、ちょっとグレーが入ってるアイシャドウパレットを買ってみました。で、下ら辺は結構ベージュ系で使いやすそうかなと思って、デイリー使いもナナメイクもこれ一つでできるというね。またこれでね、メイク動画出したいと思うので、よかったらそちらもチェックしてくれたら嬉しいかもしれない。続きましてリップですね。メイベリンカラーセンセーショナルリップスティック N の655番、こんな感じの。最近ね、めっちゃヌーディーなリップにハマってて、こういう感じのヌーディーカラー、こういう感じの色味になります。でもこれね、難点が1個あって、ガチ臭いの。クレヨンとか、なんか絵の具系のなんか塗料みたいな匂いがするけど、色がめっちゃ可愛いのでお気に入りです。ちなみにこれさっき買ってきたんですけれども、ポール&ジョーリップスティック N214 番、猫なの。一目惚れして買っちゃいました。今も塗ってて、ちょっと重ね付けは内側にしてるんですけど、めっちゃ可愛くないですか。この上からちょっと内側だけ今みたいな感じでね、色を重ねても可愛いので、これ単色でもめっちゃ可愛いし、潤いがあるので、めっちゃいいから、みんな買って。ヒートテックだわ。はい、続きましてこちら、キャンメイク極太マスカラ P06 番で、これ人生で初めて茶色のマスカラを買ってみました。ガチ茶色で結構チョコっぽいで、今も使ってて、なんか目元の印象がちょっと柔らかくなるし、めっちゃ束感も出て、ずっとカールもキープされてるので、これ結構いい。続きましてこちら、セザンヌジェルアイライナー50番のピンクベージュで、こういう感じの繰り出し式の、もうラメがもともと入ってる、なんかなんつうの、こう涙袋にこうやったらなんかキラキラしますよみたいな、こういう感じのナチュラルめなラメでメイクを仕上げるようになったので、これめっちゃ簡単だしいいなと思いました。
セザンヌブラシ付きアイブロウ繰り出し05番ナチュラルグレーってやつなんですけど、これまだ実は一回も使ってないんですけども、なんか最近眉毛をなんか茶色じゃなくてグレーにしてみようかなと思って、さすがになんかわかる？わかる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 音な感じをちょっと出したくて買ってみました。グレー安いしいいなと思いました。セザンヌ各二重アイライナー10番影用ブラウン、これさ、いろんな方が使っててさ、いいかなと思って買ってみて、でそろそろあのケイトのダブルラインキスパートがなくなっちゃいそうだったので、こっち買ってみました。薄めで良さそうかな。ホットミーのリッププランパーのこっちの赤いバージョンのやつ、これこの赤いタイプと透明タイプ2個買ったんですけれども、もうね、どっちもやばい。なんかベロに触れたらめっちゃベロが痛いっていうぐらい、めちゃくちゃカプサイシン、カプサイシン、カプサイシン、うん、が多分入ってて、すごいね、縦じわがなくなりました。私なんかの動画のコメント欄で、このみちゃん何その唇の縦じわないのっていうコメントをあのしていただいたんですけれども、最近ずっとこれをあのメイク前とかに塗ってるおかげかなと思います。あのコメントしてくれた方に届け。ダメかな、今の消されるかな私。フランミーの桜ロールフラーリーアルパカベイビーっていうカラコン、これ両方結構似てるんですけど、ちょっと買ってみました。まだね、このアルパカベイビーちゃんはつけてなくて、今この桜ロールをつけてるんですけど、これめっちゃ漏れるのでおすすめ。はい、続きまして日用品のあの目薬買いました。はい、これもう多分どうでもいいと思うので、あの端折りますけれども、無印良品のエッセンシャルオイルおやすみブレンドってやつを買いました。私今使ってるフランフランの加湿器が、なんか下のねところをカポって開けるとアロマオイルをなんか染み込ませるなんかクッションみたいのがついてて、そこにこれをちょっとね垂らしてやるとなんかいい感じになるよみたいな。はい、続きましてちょっとアクセサリーいきたいと思います。インスタでもこれをつけてる写真をねあの投稿したかと思うんですけれども、わしがね中3ぐらいからもうずっとリスペクトしてる金井元重さんのあのローゼンクルーツっていうブランドのものになりますね。これね、ただのこういうさネックレスに見えるじゃん、めっちゃよく見るとこうローゼンクロイツって、クロイツ？クレイツかな？ちょっとわかんないんですけど、ほんとごめんなさい。こう、書いてあるのよ。字見える？みんな。買いました。お気に入りです。しげぴさん、ありがとうございます。おつまみになった岩下の新生姜。これマジ美味しいんだよ。もうほんとにみんなに食べてほしいんですけど、あの、なぜこれを知ったかというと、あの、インスタのね、フォロワーちゃんが、こういうのあるよ、このちゃん、つって。教えてくれて、でまた違う子がこれの URL を送ってくれたので、あのその子の DM の、 あの送ってくれた URL から注文して、あのめちゃめちゃ今ね家にストックがあります。あとよかったらあの岩下の新生姜さん、あのお仕事くださいという感じなんですけれどもはい、続きまして、えこれマジでさ紹介したくないぐらいめっちゃいいんだけど、やめよっかな、本当にやめよっかな紹介すんの、もう良すぎて本当に紹介したくない。サブアカでこれは紹介した、あの本アカで紹介すると本当にいいやつすぎて、こいつがもう自分のものにしときたいじゃない、なんかそういうさめっちゃいいものって。皆さんね、結構こちらバズってるのでご存知かと思うんですけれども、サボンのヘッドスクラブグリーンローズっていう頭皮のスクラブになってます。頭皮って聞いたことないなと思って、コロナが流行る前とかのぐらいから結構中町あやと仲良くさせてもらってるんですけど、あやと会った時になんかお前頭臭いよとか言われたことあって、あやばい自分頭臭いんだと思って、そっから結構気にするようになったんですけれども、頭皮の汚れをしっかり落としてくれるような商品になってて、あーもうねみんな伝わって4D になってほしいね、 YouTube がほんまにおすすめです。でこっちのピンクの方の香りをぜひ嗅いでほしい。わしはこっちの匂いの方がおすすめです。はい、本をね3冊買いました。
はい、身勝手な世界に生きる真面目すぎる人たち、 HSP に苦しむ人たちを癒してきた心理療法士の最新刊、ちょっと自分自身理解しようと思ってこちらの本を買ってみました。めちゃくちゃ読みやすいし、なんか途中途中にトレーニングというかエクササイズみたいのが入ってるので非常に勉強になる本になります。心のキャパが増えるメンタルの取扱説明書で、この私イラストを見た時にめっちゃビビッときて、そう、私本当にこうなってしまって、あ、もうマジで限界だってなることが本当に多くて、そしてこれからこれになってまた頑張れるようにっていうビビッときて買いました。うつうつしなくなるこちらの本も買ってみました。そう、これもチラ見した時に絵がちょっと結構入ってて、バカなわしでも読みやすいかなと思って買いました。はい、まずはこちら、買いました、ついに。え、めっちゃ可愛くないですか。え、服ってどうやって紹介したらいいんだろうね、わかんないわ。ちょっとこんな感じで首元があって、まあ、ピタピタな感じでこちらのトップスを買ったんですけれども、本当にね、私ずっと買いたいな買いたいなっていう思ってたんですよ。でもなかなか怖くて、入るは入るんですけれどもずっと買えなくて、最近髪の毛をね赤にしたということで、あのサイバールイちゃんの赤バージョンになろうかなと思ってこちら買ってみました。これ着て、あの写真撮ってインスタにも載せるので、よかったら楽しみにしていてください。続きまして、お洋服紹介していきたいと思います。こちらのねセット商品なんですけど、このニット素材のタンクトップ、キャミソールと襟がついてる、でもここしかこう閉じれないから、もうなんて言ったらいいんだろう、まあ、インスタにもこれを着てね載せてるんですけど、その投稿にめっちゃこのお洋服どこのですかとか、これ着て美容室行った時に、え、その服どこのですかってめっちゃ聞かれたんですけど、わかんない、マジわかんないんですけれども、シャイオン、マジで読めない、やばいんだけど、これです。え、高いかもと思ったんですけど、やっぱシルエットとかがめっちゃ可愛くて、消費税入れて1万ちょい超えぐらいで、ちょっと渋ったんですけど、やっぱ着てみるとね、この腕のところがなんかシナモンの耳みたいな感じで、すごいシルエットも可愛くて着回しもたくさんできそうだなと思ったので買いました。これは本当にあのみんなに可愛くねということで紹介したいんですけれども、コロさんって結構あのお菓子とかご飯とかはもう日常的に毎日毎日買ってるんですけれども、お洋服とかって全然買わないんですよね、実は。あのこれ買ったのは結構前なんですけれども、本当に自己満でただのあの自慢となっておりますので紹介させてください。アンブッシュ先生で買いました。これライリーのお誕生日プレゼントで、これの黒を色違いであげたんですけど、そう、ライリーの誕生日プレゼント買いに行こうと思ってアンブッシュ入って、あ、これめっちゃいいじゃんと思って、これホワイトもありますって言われて、かわいいなと思って、ライリーに LINE で黒か白どっちがいいって何も言わずに聞いたんですよ。黒か白どっちが好き、うん、黒かなって言われたんで、じゃあ白買おうと思って買いました。めっちゃかわいいので、あの着画はインスタに載せてるのでよかったら見てください。で、ここにねアンブッシュって、ここにアンブッシュって刺繍が入っててめちゃかわいいです。はい、続きましてこちらのスウェットを買いました。これマジでただのスウェットって思うやん、みんな見える、やっちゃいましたー、バレーし、悔しい、取れてんだけど、バレーシアガにプラダのバレーシアガで買っちゃいました。見てこの後ろ側、これ前と後ろを別に逆に着ているというわけでもなく、こっちがマジで後ろなんですよ。こんな感じで背中のところが結構空いてて、スウェットなんだけれどもちょっと女性らしさが出るんじゃないかなと思って、ちょっとそういうデザイン私めっちゃ好きなので
でもこれは軽井沢のアウトレットで定価の半額ぐらいで買いました。まあ定価の半額って言ってもめっちゃ高いんだけど、スウェットなのにポッケもついてる両方。ちょっとオーバーサイズでゆるゆる着て、あの背中もちょっと見せれるという可愛いデザインになっております。お気に入りです。続きましてこちらですね、フェケテのこの帽子ですね。ちょっとあの代官山とかに、あの犬の散歩、チワワに服着せて散歩してるマダムみたいな感じを装いたくて買いました。こういうなんかバケ派なんだけど、なんかこのツバが下にめちゃめちゃ下に向いてるみたいなデザインの帽子が欲しくて買いました。かわいい。そうしましたら最後、どうやって伝えればいい？これめっちゃかわいいんですけど、あのフリークスストアで買いました。めっちゃ可愛いんだけど、あのどう伝えたらいいか本当にわかんないんだけど、これめっちゃ可愛いのよ。この背中のところがね、なんかこう羽みたいになってて、で肩のところも、はい、可愛いですね。結構めちゃめちゃロング丈で、で首のところもこういう感じで留められますよみたいな。本当にあのわかんないね、ごめんなさい。ちょっとどうにかします。はい、コート着た感じこんな感じです。本当はあの前でこんな感じでベルトでねこうできたりする感じになります。で首のところねこう立てると、これもまためっちゃ可愛くて、はい、首のところを締めたらこんな感じになります。めっちゃ可愛いので、後ろがさ多分よく見えない、見えてる、これ見えてる、見てこかないんだけど、続きましてこちらの揚げ物に足が生えたみたいな感じの題名のガチャガチャをやったので、これですね。これめっちゃ可愛くないですか？ほんまに貢いだよこいつらに、めちゃくちゃ。けどまだあの椎茸フライっていうものだけ出てないので、またちょっと課金して頑張りたいと思います。こちらのネズミくんの食器のガチャガチャになっています。めっちゃ可愛くない？乗ってるんですよ、可愛い。これもめちゃくちゃ課金しましたよ。だってダブってるもん、めちゃめちゃダブらしてやっと全制覇しました。こちらネズミくんの食器さんでした。ありがとうございました。はい、ということで最近の購入品紹介だったんですけれども、いかがでしたでしょうか。ほんまにおすすめのあのサボンのヘッドスクラブ、これはあの本当に一押しなので、ぜひ見かけた方はあの匂いを嗅ぐだけでもね、ちょっとしていただけたらなと思います。あのストックもう2個ぐらい欲しいから、みんなあの買いすぎないでね、そこだけや、ごめんお願い。はい、ということで最後の方まで見ていただきありがとうございました。この動画が1ミリでもいいなと思っていただけましたらグッドボタン、2ミリでもいいなと思っていただけましたらチャンネル登録、3ミリでもいいなと思っていただけましたらコメントの方をしてくださると本当に嬉しいなと思います。よろしくお願いします。頑張ってコメント返すので、あのいっぱいコメントをしてください。ということで好みでした。バイバーイ。